上尾市、上尾市は埼玉県中東部にある人口、約22万人の市である。埼玉市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、草加市,市、春日部市に次いで、県内8位の人口を有する。関東平野の中、埼玉県の中心より少し東にずれた場所にあり、市内に山はない。面積は五点五一平方キロメートル、工房は、 東西1 0 4 8トル、南北9 3 2トルである。寒冷年間に稼働付け替えが行われた荒川の左岸に一部接している。中心部は大宮大地浦和大宮次第の付け根。西側は指線次第に位置するが、荒川沿いの定地約9メートルと比べてもわずかに高い程度、むね1 5 4メートルである。地域の最高点は、 北西部に位置する上尾市と桶川市の境界付近の約20メートル。台地の中を鴨川、芝川が流れる。東では、綾瀬川が、蓮田市と支流の原氏沼川が、平塚付近から稲町との境界をなし、北西では荒川支流の江川が、藤波付近から桶川市との境界となっている。また、直下に、中央構造線に関連する。 綾瀬川断層が存在する。江戸時代に設置された旧中仙道、上尾おを起源とする宿場町であり、明治期に日本鉄道の駅として上尾駅が開業、昭和期に国道17号が南北に開通、以後沿線に市街地が拡大していった。また、昭和40年代には住宅難に対応して4団地、原始団地、小山台団地、 西揚げを第一団地、西揚げを第二団地が相次いで建設された。平成期に入ると国道17号のパイパスとして揚げを道路が開通した。かつては農業が主産業であり、稲作のほか各種野菜の栽培がなされていた。地域における農地は減少傾向にあるが、梨、どうキウイなどのほか、トマト、キュウリ、 高ん層など多様な芽が生産されている。また、現在は、サービス業が盛んであり、市内の事業所数及び従業員数のそれぞれ8割、及び7割を占めている。工業は、事業所数は少ないものの、おののが大規模であり、従業員数は2割を占めており、現在は、減少傾向にあるものの出荷額は、県内上位を堅持し、中でも特に輸送用機械器具の製造等が、 盛んであり、ド・トラックスの本社及び工場、ブリジストンサイクルの本社及び工場の他愛知コーポレーションをはじめ自動車部品、関連の企業が多数ある。その他、三井金属工業の工場、研究所や四北西部には、揚げお道路沿いに揚げお両家工業団地として多数の工場が立地している。商店街は、大型ショッピングモールの進出と経営者の高齢化により、 低くしている。市政施行前は、岩月市、現、埼玉市岩月区とも隣接していた。現在の蓮田市大技まごめにあたる。現在の上尾市域は中世まで農村地帯であったが、用水の確保が困難なため、水田よりも麦などの畑作が行われていた。江戸時代に中仙道整備の一環として、上尾宿が置かれると、人口約1000人の宿場町ができた。 上尾塾は街道沿いの宿場の中では規模が小さかった。この頃は水運が貨物輸送で有利だったため、江戸との運輸交通は荒川を利用した船が中心であり、船着き場のあった兵法が上尾塾よりにぎわい人口も約1300人あった。また、戦国時代から町ができていた原市も中仙道の脇王館として機能していた。 元首の由来は、中世末期に原村と言われていた、吉野原村、現在の埼玉市北区吉野町から、宿の部分が分離して、原宿の名が生じ、後に月に2回の、地が経った。この地域は天寮、天領、旗本領、寺社領、近隣の大名の所領が入り組んでいたが、江戸時代後期には、揚げ宿のための輸送負担を、大助号として、まとまりが生まれてきた。 1883年、明治16年に、日本初の私鉄日本鉄道が開通し、揚尾駅が開業したことから、揚尾町周辺が発展し始めた。一方、平方は、荒川水運の衰退に伴って、町としては停滞し、原始も揚尾の繁栄から来、離された。後の揚尾市を構成する、町村は引き続き畑作中心の農村で、 大正から1930年代までは、養蚕も行われた。20世紀後半には、東京郊外の住宅地として発展し、1960年代からは、工場も増えた。同時期に建設が始まった日本住宅公団、現、都市再生機構の、西上を第一団地、同、第二団地は、県内有数の規模である。原子にも原子団地、小山大団地が建設され、 1960年から1980年までに人口は4倍へ増加した。中仙道の通る高崎線東側に比べ西側は発展が遅れていたが急速な宅地開発によって市街地は拡大し子育て世代の若年人口が継続して流入した。最寄り駅、揚げ尾駅からバスで20分という田園地帯に建設された西揚げ尾第一団地、第二団地にまで市街地が 通る、現在も土地区画整理事業や宅地造成が進められている。人口は1960年から1980年までに4倍へ増加し、2014年4月1日の22万8176人をピークに一時期減少へ転じたものの、現在は微増の傾向にある。しかし、人口に占める世帯数及び高齢者の割合が増加の傾向にあり、 各家族化及び住民の高齢化が進み、県内平均よりもこの傾向が強い。また、人口に占める外国人の割合も増加の傾向にある。広報げをより裁判は埼玉地方裁判所の管轄となっている。挙市の長域は昭和の大合併前の町村ごとに地区が分けられているが、一部の地域では住居表示に伴う、 地番整理などもあり完全には一致しない。市外局番は市内全域048。市内局番が 6XX、7XX、8XX の地域との通話は市内通話料金で利用可能。浦安 MA。収容局は上尾局、新兵法局、桶川局、埼玉可能局、上尾稲局。7XX から始まる。 市内局番は、上尾市と同じ NTT 東日本上尾営業所、旧電報電話局管内に属する桶川市、北足立郡稲町のほか、蓮田市、埼玉市は月区、春日部市で使用されている。中心となる駅、上尾駅。これ以外にも駅はないが、JR 宇都宮線東大宮駅蓮田駅間に、同市を経由する区間が存在する。特に東大宮駅は同市に近く、 上尾市の一部の地域は、東大宮駅が最寄り駅である。上尾市では他に、桶川駅、宮原駅、日清駅、指瀬に駅、丸山駅等が最寄り駅となる地域が存在する。また、東北新幹線が大宮駅、小山駅間で、上越新幹線が大宮駅、熊谷駅間で、それぞれ前日の埼玉新都市交通稲線と、 変装する形で投資を通過している。タクシーの営業区域は県南中央交通圏で川口市、埼玉市、河野寿市、戸田市などと同じエリアとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。